アニマロン。怪奇創作ディープディープ作真島文吉。8月8日午後2時半、水難救助の応援要請を受け港に急行。海上保安庁のダイバーと合流し沖に出る。民間企業が企画した沈没船探検ダイビングにより、インストラクター1名と観光客3名が水難。沈没船内部で行動不能に陥った模様。沈没船は大型のカーフェリー。水深は深く、上級者のダイバーでなければ到達できない。救助対象者は酸素を使い果たし、フェリー内部の空気だまりからトランシーバーで SOS を発している。午後3時12分、沈没船の真上に到達。ダイバーチーム6名で潜水を開始する。視界良好。しかし、潜水直後から無数のイタチザメを視認する。サメの様子から、救助対象者が出血、あるいは排出した可能性が高い。船上から一旦帰還するよう指示が出るが、救助対象者の状況を考慮し拒否、潜航を続ける。他のダイバーを浮上し、単独行動となる。イタチザメの数、およそ10。気が立っているが、視線を外さず、体を縦に保ち、やり過ごす。沈没船に到達。侵入する際、一匹が襲ってきたため、水中ライトとナイフで攻撃。サメの鼻柱を破壊し、撃退したが、左中指を食われる。出血激しく、他のサメが寄ってきたため、急ぎ船内に侵入。デッキ甲板一席から客室エリアへ。20メートルほど廊下を進むと、空気だまりに到達。海水から上がる。廊下のベンチに座り、救急キットで傷を治療。レギュレーターを外すと、多少の不快感はあるものの呼吸に成功。潜水装備を外し、船内を進む。救助対象者と合流し、予備のエアーを渡した後、救助船に報告。サメ除けの電磁波装置を装着したダイバーに迎えに来てもらえば、ミッション終了だ。失った中指が痛む。外のサメを皆殺しにしてやりたくて仕方ない。古い空気を吸っていると、冷静さが遠のく。怒りと憎しみが心に満ちる。おそらく、救助対象者も同じだ。潜水用エアを使い果たし、不安と恐怖にまみれた挙句に、古い空気に精神を蝕まれている。トランシーバーを使うと、複数の罵声が聞こえた。内容は聞き取れない。トランシーバーのスイッチを切り、手近な客室の扉を開けた。部屋の真ん中に初老の男が立っていた。男は、無言でタバコの箱を差し出してくる。少し迷ったが、扉を閉め、廊下を進む。次の客室に入ると、若い女がソファーに寝転がっていた。その手前のテーブルに水差しとコップが置いてある。すぐさま駆け寄り、水差しから直接水を飲んだ。女がいつも買っていたミネラルウォーターの味がした。水差しを開けると女を見た。まるでサメのような、感情のない真っ黒な目をしていた。女が服のボタンを外す。横断歩道に突っ込んできたトラックに認知にされる前日、彼女は全く同じ仕草で服を脱いだ。無性に腹が立って客室を出る。廊下にさっきの初老の男と同じ年頃の太った女がいた。どいつもこいつもクソみたいな理由でいきなりいなくなった。二人を押しのけて廊下の角を曲がると濡れた胎児が床に落ちていた。たくさんだ。ストレスと出血、質の悪い空気が死人の幻覚を見せている。俺にはわかっている。胎児を踏み潰すと、沈没船全体が低いうなりを上げて傾いた。後方から海水が流れてきて、かかとを濡らす。救助対象者はどこだ？廊下はまっすぐ地平線まで続いている。歩き続ける足が、徐々に水位を上げる海水に膝まで飲み込まれた。
やがて前方から何かが迫ってくる。それはブクブクに膨れ上がった水下に見えた。ただし、腕が8本あり、首は4つある。天井や壁に頭をこすりつけるそれが、バシャバシャと水を蹴りながら、形容しがたい叫びを上げる。サメの黒い目が4つい、こちらをまっすぐ見つめている。頭のどこかで、最後の冷静さが警笛を鳴らした。目の前の化け物と戦ってはいけない。ここは、幻覚の世界なのだ。とっさに、手当てした中指の傷跡を逆の拳で殴った。骨まで響く激痛に、口から絶叫がほとばし、同時に、視界が明るく輝いた。巨大な水死体が、4人の救助対象者に変わっていた。だがその目は、サメのように真っ黒で、手にはダイバーナイフや尖った木片が握られていた。なんだ、結局同じことじゃないか。俺はナイフを抜き、迎え撃った。8月8日午後6時、全ミッション終了。負傷ダイバー1名を救出し、当初の救助対象者4名の死亡を確認した。ダイバーの意識ははっきりしており、状況報告も滞りなく行われた。死亡者4名が狂乱状態にあったことは無線記録からも明らかであり、沈没船内で殺意を持ってダイバーに襲いかかったことも明らかである。本件の責任は、沈没船探検を企画した企業に求められるが妥当と思われる。ただし2点、現時点で説明不能な点が存在する。航続救助チームが沈没船内で発見した人間の胎児の遺体に関して、死後間もないと思われる胎児が船内の床で発見された。負傷ダイバーが自身が踏みつぶしたと証言しているが、胎児の正体は解明しようがない。死亡者4名の死亡推定時刻に関して、理解できない。遺体の状態からして救出ミッションが始まった時にはすでに4名全員が死亡していたと思われる。しかしながら、負傷ダイバーの体には4名に組み付かれた際に食い込んだ爪や噛み付かれた歯型が残っている。何より、我々は4名の SOS をずっと聞いていた。以上、2点に関する調査は当方では担当しかねる。しかるべき部署が存在するなら委任したい。以上である。